さん将来安泰そう。ユース出身の若手だらけでこんなにできるのすごいや。サウサンプトンに快勝しちゃうのすごいよ。ダンズの伝説の始まりを見たね。センスや嗅覚は抜群。これにあと体もでかくなってったらどうなるんだろうか。怪我人帰ってきてもリーグ戦とかで起用されてもおかしくないな。クーマスもデビュー戦でゴールは持ってるわ。積極的でめちゃ良かったわ。エリオットはもはやベテランの域まで行ってるな。チーム背負ってたもんね。ブラッドリーとかも今日は若手っていう目線で見てなかったわ。マッコネルとクラークも素晴らしかったよ。ニョニは可愛いね。リバプールアカデミー半端ないわ。